山本が待っていましたが、ここに中島です。ショットクロックは間もなく10秒へというところですけれども、5分を消化しようとしています。ぴったりとつく中で、さあ奪いました、アロン・ホワイト。幾分余裕の持ったショットにも見えましたが決まらず、さあ運んでいきます。さあこれがバスケットカウントになりました。4点の熊本、ブラックボルフェス、ブースターの、そして熊本城の力も借りてというところ、ファールをもらった、そして2点をなんとかつなぎました。7秒、6秒時間がない、ウッドベリー、外に出す、神里のコーナー3は来ない、ただうまくサポートしました、アローホワイト。クォーターごとにチームのファール数はリセットされていきます。ショットクロックが1桁台、5秒、4秒、3秒と迫る中、ウッドベリー、スリーポイント。2人、3人囲まれる、タフショット、そして沈める、エンドワンです。ウッドベリーがうまく、ここは行く手を阻んで、そのウッドベリーの得点です。玉当たりがついています。縦に突進していきます。最初の得点は熊本です。んですがこちらも決まらず、攻守が入れ替わり激しくなっています。難しいショット、バスケットカウント。点差を縮めてきているここまでの時間帯です。トマサはジャメール・マクリーン、高さがありました。リバウンド、セカンドチャンス、んですが激しさ、ちょっとボールが落ち着きませんでした。残っているかというところです。4秒、3秒時間がない、ウッドベリー、打たせない福島ですが、山本を動かす、左のコーナーに回ってきたところ、右のコーナーにウッドベリーが入っています。ジャメール・マクリーン、連続の得点です。テレンス・キングを剥がしてつなげる、市岡ショーン、正面からではなくウィンから決めていきました。山本修介に2本目。加藤武人、ショットクロック6秒5秒とない中で打たせられない、打たせませんでした。熊本余裕があります。ホワイトのダンク。さあ残りの時間 30秒台に入ってきています。今日は分厚いこのブースターの声援に力をもらった熊本ボルターズが連敗を3で止めました。